軍服。中東王の軍服。中、東王の軍服は、19世紀以降の中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ諸国における軍服の変遷について、述べる。本項目で対象とする諸国は、以下の通りである。なお、ベラルーシの軍服については、軍服で扱う。19世紀が一時大戦後に独立国家となった、中東王諸国の軍服は、 各国がかつて属していた諸国、ロシア帝国、オーストリアイコールハンガリー帝国、オスマン帝国の影響を受けた形で出発し、その後もこの地域に強い政治的影響力を持つ諸国の軍服の影響を受けてきた。これらの影響と各国の伝統的要素、そのように各々の国において理解されているものとの混在が大きな特徴ある。 中東王の軍服に影響を与えた主な国と時代潮流は以下の通りである。東欧革命以降は装備、機能面においてアメリカ軍、イギリス軍に代表される新しい要素を取り入れる傾向と第二次大戦前の伝統的なスタイルに回帰する傾向が同時に進行している。前者の傾向は戦闘服に、後者の傾向は礼服に著しく、 勤務服には双方の傾向が混在する。ポーランド人部隊はオーストリア・ハンガリーなどの支配下においてもチャップカなど独自の軍服のスタイルを維持してきた。第一次世界大戦ではが編成され、不評部隊がと呼ばれるクラッシュキャップを被るのに対し、ウーランはチャップカを被った。この軍服は1912年より リビューにて結成された独立組織が1913年4月に制定したものに由来する。ポーランド共和国成立後の1919 19年、国軍としての軍服が採用された。当初検証はドイツ式のショルダーノッチであったが、1920年にショルダーループに改められている。召喚軍房には、鉢巻き部分に特有の刺繍がなされている。 1936年の服装改定で、菓子卒用上着が商工用と同一の衣装となった。ほか、チャプカがより角張った形となった。1937年には、野戦帽も制定された。野戦服は1968年、1971年、1989年に改正がなされた。オーストリア・ハンガリー帝国の下で創設された。 ウクライナ市一重兵隊は当初陸軍の通常部隊と変わらない軍服であったが、1917年1月17日にオーストリアの企画帽をもとにイヴァンマゼーパに由来と呼ばれる略帽を制定した。ウクライナの独立運動は第二次世界大戦頃まで幾度となく交流したが、その度にこの帽子はウクライナにおける軍事組織に受け継がれていった。 二州クライナ人民共和国の軍事組織のと呼ばれるギザバの独特の衣装をしたエリシ賞で陛下を階級はソデショ賞で示した。ウクライナ人民共和国軍、1918年4月から12月の間は、ウクライナ国軍と故障1918年に階級賞を制定。当初はエリシ賞で同年に、検証、翌1919 19年にソデ袖賞。 1920年にエリ賞へと立て続きに変更された。軍服はいずれもフレンチと呼ばれるイギリス式軍服を着用したが建国間もないため軍装の混乱が見られる。また、ウクライナコサック部隊は階級章は同じだがそれぞれ独自の軍装が見られる。例として、では、中央アジア風のゆったりした衣服が使用された。では、青いに、パパ派、では、 ドイツ風のフィールドグレーの前合わせが隠し、ボタンとなった軍服が使用された。現代のウクライナ軍の軍服は、長らくソ連の支配下にあったことで、ロシア連邦軍のものと、あまり大差ない衣装となっていた。しかし、ロシアのクリミア侵攻を皮切りとしたロシアとの紛争と、それに、ウハンロ感情とナショナリズムの高まりから、2016年より、軍服デザインを大幅に刷新。 ロシア式特有のクラウンの高い帽子は低くなり、階級章はイギリス式、ドイツ式に改められるなど、西側寄りな姿勢が見られる。一方で、階級章にズップチャとかを盛り込む、略防として、マゼープインカを導入、などの議場兵の例蔵として、セルデューク師団の軍装を復活させるなど、ウクライナ人民共和国時代の遺書を復古させる、取り組みも見られる。 チェコスロバキア軍の軍服は、ロシア内戦当時のチェコ軍団に遡る。当初旧ロシア帝国軍の1907年正式、ギムナスチョルカ、あるいは白軍に多く供与された、英軍や戦服等を使用していたが、1917年の終わり頃から左腕に独自の階級賞を用いるようになる。1918年末には、新生チェコスロバキア政府より、 国防省令第434号及び補足第434、1号で着用すべき被服の規定が通達され、1919年6月14日に、エリショーが制定された。帽子は1918年頃から、ギャリソンキャップのほか、1919年頃から、ウラジオストク型、ベラドバーストッキーモデルと呼ばれる、山岳棒タイプの帽子が使用れるようになる。階級は、 歌詞官兵はイギリス式、将校はフランス式であった。チェコ軍団がすべて帰国を終えた後の1921年、将校用及び兵用や潜伏が制定される。軍服は引き続き英軍や潜伏のような折り襟の軍服であるが、帽子はウラジオストク型から英式の幅の広い官房となり、オーストリア二重帝国の要素はほぼ一掃された。一方で、 エリシ賞の形状や隠しボタン式の野戦服など、フランスやドイツの影響も見られる。商工用の VZ21、22野戦服は7つ、ボタン、兵用の VZ21 野戦服、ブルーザ VZ21 は隠し5つボタンであったが、1930年にボタンホールが改定される、ブルーザ VZ30、1923年3月に、 礼装も制定された。一方は1919 19年10月30日の国防省令第50.916から13号では RCS を組み合わせた防晶など独自の要素が見られたが、1921年5月27日の内務省令第9203から13号では、菱形の防晶や階級の清晶、鉢巻の色を除いては陸軍と大差ない形となった。 ヘルメットは国産の VZ-32 が制定され、キノコ、卵などと呼ばれていた。戦後のチェコスロバキア人民軍の制服は、将校は解禁、兵士は折リ襟リで、略防が先細りのピロート化型になるなどソ連の要素を取り入れている。また、カキは第一ボタンを開いて、駐車ツの襟を外に出す。1962年に将校の制服は、 防昇、ポケットのフラップの形状の改正があったほか、1963年に兵士の制服は解禁となった。戦闘服では1960年にレンドロップカモやサラマンダー迷彩、1985年にカーキ色の単色戦闘服 VZ-85 を導入したが十分な解決法とは言えず、同時期より新たな迷彩を模索していた。 1992年に、米軍、アードルを半とした四色名彩を導入したが、ビロードリコンにより少数が、スロバキア側に出回ったのみで終わる。現在のチェコ共和国軍は、第一共和国時代の暴衝を復古しつつも、ベレー帽など西側の要素を取り入れている。2005年より、下記制服は、フランス風のキナなィ色となった。は、暴衝や制服などが異なる。 戦闘服は VZ-92 名祭の生産失敗後の1995年に導入されたものである。独立後のハンガリー王国軍の軍服は階級や軍服の祭壇に旧オーストリアハンガリー帝国の面影を強く残しつつ独自の変化を遂げたものとなった。1922年に採用されたもので上着は第一次世界大戦直前に採用されていた。 折エ襟の軍服を引き継ぎ、聖望としては二重帝国時代に略望として導入されていたギャリソンキャップを採用した。聖望前面にはコカルデと山形の階級章が、左側面には逆三角形のパッチがつく。冬はカーキでウール製、夏はライトカーキのコットン製。冷装としては爪襟の肋骨服にケピボを採用した。ケピ帽は、 円形症の色をハンガリー国旗に変更したのみで二重帝国時代のものと大差ない。戦後の1949年にソ連の影響を受けて官房が導入され、その後はは解禁となった。ソ連崩壊後はソ連の面影を残しつつも王国時代のデザインへの回帰を進め、聖望は王国時代の聖望に日差しをつけた独特のデザインとなっている。 一方空軍では、保守的な陸軍と対照的に、海禁に、官房と、イギリス式の宣伝されたデザインとなっており、西望のクラウンの幅を広くするなど、敵大国であるルーマニアやチェコスロバキアに類似し、外観となった。色は、陸軍と同じ茶褐色だが、冷装では紺色。可視官兵は陸軍型であったが、大戦中期から将校と同型となる。スイスの軍服は、 その国土上、フランスとオーストリア双方の影響を受けた遺書となっている。もともと州、関東の連合体であったスイスでは関東ごとに軍服のばらつきが大きかったが、1842年の軍装通達を経て、分離同盟戦争後の1852年8月27日に連邦国家の軍隊としての統一された服装規定がなされた。この時点までは、 シングルブレストの演尾服であったが、1860年12月21日に7つ、ボタンのダブルブレストとなり、エポレットが廃止される。1898年に5つボタンに変更、袖のボタンが廃止され着丈も短くなった。伝統的に、不評、敵弾兵などの通常部隊は紺色で、銀ボタン、山岳両兵は緑で、金ボタンだったが、 第一次大戦中の1914年にフィールドグレーのシングルブレストの統一グニーを姿勢導入、正式採用は3年後の17年までかかった。そのため、大戦中は各個人での際が激しく、連合軍側の圧力でアメリカから輸入したオリーブドラブの生地を使用することもあったという。十一年の記事の整九百二十六年十二月三十日の 細部改定を経て1940年にオリエリとなった。この M1940 は解禁にすることも可能。戦後は完全な解禁となる。ルーマニアでは当初、ドイツやフランスの影響が強かったが、第一次世界大戦直前にオーストリアやフランスの影響を受けたオリエリのグレーグリーンの軍服を制定した。戦後はカーキ色に改められ、 さらに1934年になると、イギリス軍を元にした、解禁式の軍服を採用。霊装は王国らしくそのバリエーションは非常に多い。戦後は共産化に伴い、ソ連式の軍服が採用された。1868年制定の時点では、兵、将校共通して、一般部隊は、紺のシングルブレスト、騎兵は、カルパック帽に、肋骨服、は、 ダブルブレストにチロリアンハットであった。階級は袖口に V 字で表し、袖口と襟は平下色が示された。前打ち合わせには7つの金ボタンと赤のパイピングが入った。また、1861年に野戦服として茶色のダブルブレストの皮服を導入、後1930年代まで制服として使われた。1912年2月にオーストリアなどの影響を、 受け、グレーグリーンの野戦服を導入。爪襟で襟には、ペトリタ・セイジタや飾りと呼ばれる矢印状の希少書き、陛下や連帯を示した。しかし戦地では不評で、連合国から対応されたり同盟国側から旅客した被服も多用された。1921年、カー・キ色に変更。その後数度の改正を経て1930年改正では、ポケットは、 雨蓋のみで前打ち合わせのボタンを見せるようになったが、1941年に隠し、ボタンに戻し、また袖口の山形カフスを2個のボタンに変更した。この M1941 上着は、将校でも腰ポケットを追加して使われた。また、このほか1934年には、解禁制服が導入。将校は王冠をいただく多くの歯で囲まれた、帽子兵士は、 所属部隊などをつけ、鉢巻は、陛下色で分けられた。礼装は1941年4月4日の直令第7号により着用が停止された。野戦帽は1888年より、カペルと呼ばれる、オーストリア式の前後が尖った帽子が使用された。ボネトと呼ばれるツバナシのタイプもあった。空軍は1925年から、カーキ色の折り襟に、 官房の征服が制定され、1930年代にコンのブルザーとなった20世紀のアルバニアの軍服は政治情勢の変化に伴って同国が影響を受けている国のそれに近いものになる傾向が大きかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。